Amazon.com Amazon, Amazon Kindle Kindle Fire Kindle Fire とは Amazon.com が提供する Kindle 対応電子ブックリーダーの Android タブレットである Android をベースに独自開発された Fire OS を搭載し7インチの iPS 液晶タッチディスプレイを備えている第一世代が2011年9月28日に発表され2011年11月15日に 発売された。第二世代はアメリカで2012年9月6日、日本では2012年12月18日に発売。アマゾンアップストアやキンドルストアにアクセスして電子書籍、音楽、映画などを買うことができる。上位版はキンドルファイア HD。価格はアナリストはアップルの iPad に対する強力な競合商品に、 なり、他のアンドロイド端末メーカーは売り上げを落とすことになるだろうと予測している。アマゾンのビジネス戦略は、端末自体を売るより、むしろ、キンドルファイアでデジタルコンテンツを売って稼ぐことが目的となっている。2011年11月25日の発売から翌12月に、かけて1週間あたり100万台以上の割合で、キンドルファイアは売れていき、 インターナショナルデータコーポレーションは2011年代4四半期において約470万台売り上げたと概算している。Kindle Fire はアマゾンの第一四半期で予想を上回る利益を上げ、時間外取引で株価を押し上げる材料となった。アプリケーション80本に加えて映画10本か音楽800曲か電子書籍6000冊のいずれを入れるのに十分と言われている 8GB の ストレージを内蔵している。8イトの内蔵ストレージのうち、コンテンツの記録で使用可能なのは、第1世代が6 5イト第2世代が5 5イトまでである。Amazon の技術的詳細リストによれば、搭載されている 4400mAh のバッテリーで、第1世代は8時間まで継続して読書したり、何もつながずに七時間半までビデオの再生が可能。 第2世代は8.5時間。ディスプレイの視認面積は標準的な46写真サイズより少し小さい。Android 2.3の改造版で動作する。Amazon App Store にアクセスするためにフ i イアはクラウド化されたスプリットブラウザーである Amazon シルクでウェブページのレイアウトと レンダリングやサイトをもっと早く表示するための Google のスプリプロトコルを含むデバイスなしクラウド計算のための Amazon EC2 を使用する。ユーザーの Amazon デジタルコンテンツには無料ストレージである Amazon クラウドの Web ストレージプラットフォームが与えられ Amazon クラウドドライブの 5GB のミュージックストレージや Web メール対応の内蔵を E メールアプリケーションが一括管理できる。映画や テレビ番組が無制限に見られる登録制の Amazon プライムのフリートライアル期間も設定されている。2012年5月3日、現在 Kindle Fire 搭載 OS のバージョンは6.31ユーザー4107,720となっている。対応しているファイルフォーマットは Kindle フォーマット8、Kindle モビ、TXT, PDF、無制限のモビ、PRC, ネイティブリー、 オーディブル、DOC、ケックス、JPEG、GIF、PNG、BMP、ノン DRMAC a、MP3、MIDI、OG、WAV、MP4、VP8 である。Kindle Fire での USB の転送速度が遅いのは、Amazon の USB ドライバを実行しているためであり、例として 800MB のビデオファイルを転送するのに3分以上かかっている。 ありがとうございます。